こんばんは、かずやです。またユーチューバーが逮捕されてしまいましたね。しかも今回逮捕されたのは、まあ、底辺ユーチューバーとかではなく、かつて一世を風靡した大物ユーチューバーですよ。逮捕されたのは、あの、元禁断ボーイズのモーリーです。と言ってもね、もはやピンとこない方も多いのかもしれませんね。 まあ、禁断ボーイズの前世紀って結構前だし、今 YouTube の流れ早いですから、禁断ボーイズはかつて過激な企画で人気を博していました。しかし、バリュー騒動でつまずき、活動休止なんかも経て、人気メンバーというか、中心メンバーの一君が抜けて、ちょっともうどうにもならなくなったと。当初メンバー4人いたんですが、残りの3人、プラスもう1人メンバー加入して、4人体制で、オアコンボーイズという名前に変更して、チャンネル登録者200万人を目指したんですが、 まあ達成できずですね、解散ということになったんですよ。それが昨年のことですね。解散はしたんですけれども、やっぱりチャンネル登録者100万人以上いましたし、 全盛期はね、すごい人気だったと思います。しかし、解散から1年もしないうちに、モーリーが逮捕です。逮捕容疑もひどいもんですよね。名古屋で活動していた売春グループの一味だったようです。NHK の記事からの引用になりますが、逮捕されたのは、東京・新宿区のアルバイトで、元 YouTuber の森光平容疑者27歳と、すでに逮捕されている4人の合わせて5人です。警察の調べによりますと、5人は令和4年から令和5年にかけて、 名古屋市でマッチングアプリで客を募り女性らに売春をさせたとして売春防止法違反の疑いが持たれていますということですよモーリーは女性になりすましてメッセージのやり取りをする係で容疑を認めていると言いますねこのグループは2年半で約1億7000万円を違法に集めていたとこの手の性の話って金額おかしいですよねそのなんか違法な えー、ビデオを販売していたとかさ、その歪いなものを販売していたとかで、その何億何十億とか、しかも2年半っていうと、まだ禁断ボーイズ解散していない頃でしょう。いろいろ考えちゃいますよね。それ、活動してる時にもうすでに入っていたのか、まあ解散後お金なくなって入ったのか、わからん。ただね、その禁断ボーイズ一 s 1加入時点で、まあ加入の前から結構収益というか、その再生数落ち込んでいたので、 まあ、いろいろあったんでしょうね20代前半とかでその徐々にじゃなくて一気に大金をつかんでしまうと感覚狂ううんでしょうね全世紀だと、まあ、ちょっとこれ僕の想像でしかないですけども、まあ、企業案件とか含めると月収でね、まあ、やっぱ4桁万円とかあったと思いますよ分配方法は様々ですけれどもまあどうでしょうね数百万。 単位のお金はあったんじゃないかないや、ほんとだから全盛期ね。だから金銭感覚が狂う気持ちはわからんではありません。それに追い打ちをかけるのは、その解散して承認欲求が満たされなくなったっていうのもあると思うんですよ。グループが盛り上がってる時ってファンも多いわけですよ。だからそれは自分のファンじゃないかもしれないけれども、全体としたファンがついてるから、まあなんか精神的にもね、その気持ち的にもすごい盛り上がってるなっていう感じがあるわけですよね。金銭的にも気持ち的にも最高ですよ。 だけど、グループ解散してってなると、そのグループについていたファンってね、ね、特にグループ YouTuber だと、そのメンバー間格差が出てきます。まあ、能力も違うし、容姿も違うしさ、人気メンバーのファンっていうのはある程度残ると思うんですが、まあ、ちょっと不人気メンバーだと、 厳しい面はありますよねグループ YouTuber の人気ない方っていうのはこれ多分活動中からねいろいろ抱えてるものがあると思うんですよ。いやそれ人によってはその状況を受け入れてあ自分はこういう立ち位置なんだっていうので謙虚にやる人もいると思うんですがやっぱりその全体が盛り上がってるとなんか勘違,勘違いしちゃう人もいしちゃう人も。 出るで,しょう、ね、で解散して金銭的にも精神的にも満たされなくなって病んでしまうこともあるでしょう。YouTube の収益って一生続くようなものではないですからね。 一過性のものだっていうのは自覚した上でやる必要があります。なんですけどね、人間ってやっぱりその、いい時ってこれが一生続くって思っちゃうんですよね。多分今後もこういう事件というか、逮捕者っていうのは出てくるんじゃないでしょうか。特に稼いだ時に、稼いだ分全部使っちゃうみたいな人は注意が必要です。ある程度貯金とかしてですね、精神的な余裕を持っておくというのは大事だと思いますよ。で、この、まあ、僕もそうなんですけど、その YouTube にその20代の期間をぶち込んでしまうと、その後就職するってなかなか難しい くなりますよねそれこそグループの主力メンバーとかであればなんかお声がかかるかもしれないんですけどまあ人によるねこれは。しかも人気になればなるほどプライドが邪魔すするるっていううのもあると思うんですよそういうのが積み重なって結局その普通にね就職するとかじゃなくて。 まあ、グレーというかブラックなね、ことやってしまうんじゃないかな。YouTube をやっていく上で、その撮影のスキルであったり、編集のテクニックだったりとか、そういうの持ってる人は裏方としてやり直すことはできると思います。ただ、この辺もね、今やってる人多いでしょうし、競争は激しいですよ。動画界隈の情勢は変わっていますし、まあこの状況がいつまで続くのかっていうのもわかりませんからね。今や人生100年時代と言われています。長いですよね。その20代を YouTube に突っ込んでってなっても、 100年って考えたらあと70年ぐらいあるわけですよねだからこそ長い目で見て謙虚にやっていくしかないんじゃないかなというところで今回は以上です最後にかわいいポコちゃんをご覧ください眩しいね絵になるな <laughs> 美しい。